しんちゃんは YouTube 前ですよ。はい。いた。はい。ゴンちゃん再び挑戦。一回ね、うまくいかなかったんですよ。うまくいかなかった。あのね、スイッチが切れてるとかね、なんかね、外れたりとか、なんかね、ごじゃごじゃしてたら、うまくいかなかった。やっぱ大きい子で、動きこの子早いでしょう。YouTuber のくせに。YouTuber なんですよ、これ。すごいでしょ。この YouTuber ぶり。ゴンちゃん、YouTuber。犬部門。飼い主さんが撮る、主役じゃないですよ。犬部門ナンバーワンにならなな。ゴンちゃん。ゴンチャンネルってね、作ってもまたね、忙しいから、チャンネル放置になるから、もう作らないけど、ゴンチャンネルやな。ゴンちゃんな。ゴンちゃんクラブ作るんでよろしくね。またアドメリーさんとこに、覗いてみてください。ゴンちゃんクラブ、ゴンクラブ。作ろうと思うんで、なんちゅう名前にするかわからないです。ゴンちゃんクラブか、クラブゴンちゃんとかね、ゴンゾークラブとか、クラブゴンゾーとかね、なんかついますから、またよろしくお願いします。はい。それと下の、概要欄に、アドメリーさんのリンクを貼っております。ここかな。アドメリーさんのリンク、またよろしくお願いします。ってことで、ゴンちゃんが暴れております。はい、ゴンちゃんが暴れております。はい、そしたら、また三脚に据えてやってみたいと思います。はーい。ポチパパ、ポチパパ。ゴンちゃん、おいで。来てください、ゴンちゃん。そこですんの、あんた。カメラ外れますから、あんた。あんた、動きね、もうちょっとゆっくりしてください。動きがね、早すぎるからね、カメラが追いついていかないんですよ。こんちゃん、くっつく。動きがね、もうちょっとゆっくり、若いから仕方ないんですけど、ゴンちゃんね、YouTuber。ゴンちゃん YouTuber、シュンちゃんは YouTuber うまいで。シュンちゃん。聞いてるの?シュンちゃんは YouTube うまいですよ。シュンちゃん。ゴンちゃんあんた、早くとあんた、しんちゃん抜かなあかん。なあ?ゴンちゃんかわいいわって言うてくれる人多いし、ゴンちゃんの動画な、主張がね、伸びるんですよ。でも最近落ちてる。最近ね、水木くんに負けてる。だからゴンちゃん落ち着かなな。落ち着かな、水木くんに負けるのよ。こっちこう向いてくれて、はい、痛い。まあ痛い。落ち着かなな、水木くんに負けてるよな。ぴょんぴょん返りしたらあかんよ。ぴょんぴょん返りはな、評判落ちる。動画から外れるし、ぴょんぴょん返り、そうやって食べてください、どうしたどうしたどうした。ゴンちゃんね、朝からね、コロンコロンしててね、もうドロドロなってて、またね、ゴンちゃんの、今度、明日か、今日金曜日に動画撮ってるんですけど、18日金曜日にね。で、明日か明後日に、シャンプー動画を撮ろう思うんですよ、ゴンちゃんのね。犬性初と思う。犬性初シャンプー動画を、ちょっとね、撮ろう。もうね、限界越してる、ゴンちゃん。はい。おっちな。おっちな。ちゃんと映ってますか、ゴンちゃん。ゴンちゃん、ちょっと近いんちゃう?あなた。これ。ちょっとゴンちゃん、変になってるよ。これなるんですよね。はい。やり直しました。やり直しました。これね、ジョイスティックでね、センター決めるんですけど、ターゲットをね、それを押したついでに、レックボタンも押してしまってね、で、こう動画止まってんのに一生懸命撮ってたりね、しちゃうんですよ。で、そもそもね、こういう使い方はね、難しいですね。難しい。だから一通り撮れたなと思って自分が満足したら、今面白いから頑張ってやってるけど、自分が満足したらこの動画はなくなると思います。そういう人です、僕はね。
自分が一生懸命になったらずっと続いていくけど、でまた久しぶりに思い出したように、エゾシカジャーキーやると思います。でエゾシカジャーキーの動画は散歩中の時以外はこれでエゾシカジャーキーの動画すると思います。でね、これねすっごい喜ぶんで、ほんとおすすめ、私おすすめです。はい、見る？おすすめです。ほんとね、ご褒美とかね、言うこと聞かない子にもええかもわからん。言うこと聞く。泣く子も黙る、うなる子も黙る、エゾシカジャーキーですからね。ほんと。ほんで、一人で留守番して、留守番する前はダメですよ。これあげるからお利口さんにしといてねって、これダメよ。ほんだらね、これもうたら一人になるっていうのをね、関連付けてしまうんですよ。だから、留守番帰ってきた時ね、留守番前は何もしない、ことです。関連付けてまうんですよ。ほんだら寂しいでしょ。その寂しさがあるから、待ってくれとか、もう、まだいてるのに落ち込むんですよ。落ち込む子とか、ほんで行くなとかしたりとかね。それとか、姿見えへんなって暴れたりね。破壊行動したり、吠えたりとか。無駄吠えの原因もそこにあるときあります。関連付けてしまってんですよ。関連さんが。これあげるからとか、おもちゃね。これ渡すから、おとなしく、待っててね、お利口さんにしといてねって、それ間違いです。帰ってきたときにやる。です。で、行ってきます。お別れの挨拶よくする人おるじゃないですか。ただいまはやってください。僕はただいまはやってくれって言ってるんですよ。またそれはね、動画で出しますけど、ただいまはやってほしいんですけど、行ってきますはなしです。この行ってきますのお別れの挨拶っていうのは、その挨拶があって、コマンド化するんですよ。その挨拶があって、飼い主さんがいなくなって留守番になっちゃう。だから関連付けてしまうと、またこれね、吠えたりとか、飼い主さんが外へ出てちょっとしたら吠えたりとか、そういう原因になります。ですから、なし、なしって。もうすっといなくなる。これが正解ですね。で、帰ってきて、ただいまは大げさに、ただいまやってください。これもね、トレーナーさんとか訓練さんによっては、やらない方がいいっていう、方もいます。でも、実際自分の子供やったら、賢く留守番してて待ってたら、真っ先に、ただいまーって言って、またしたねーって言って、言うじゃないですか。ごめんねって言ったらダメよ。待っててくれて、お利口さんにしててありがとうはいいけど、留守番させててごめんねーいう気持ちで言ったらダメよ。お利口さんねーっていう感じで挨拶は全然 OK。逆にいいと思う。大げさに、僕はね、僕はいつもやってきました。大げさに挨拶してます。もう地球ひっくり返るぐらいの大げさな挨拶でいいと思います。でも、ウレションする子はやめた方がいい。ウレションする子はおとなしく、ただいまです。それでスイッチ入れちゃうんですよ、ウレションの。ほんだら、それで出迎えて、わーって大げさに、ただいまをやっちゃうと、飼い主さん見た途端に嬉しいから、帰ってきたらウレションする子がおるんですよ。関連付けてまうんですよね。で、犬って関連付け多いんで、コマンドとかよく言うじゃないですか。座れとか待てとか、あれみんな関連付けなんですよ。で、犬って関連付けしやすい動物なんですよね。だから、そういうのを結構意識しながら日常生活過ごすと、かなり、それだけでもかなり犬コントロールできるようになります。はい。ちょっと。おやつ動画がちょっとなっちゃいましたね。いろいろとね。まあそんな感じですね。はい。何それ、ちょっと鼻の上乗せさせて、鼻の上これ乗れへんねんな、あんたな。なんダメね。落ちた。痛いよ、んか、そんな、重くないんか、なんか、大きいのやったら余計あかんねん、あなた。こう、ちっちゃいの電流じゃダメですけどね。大きいの何や、あんた。はい。いつもいつもありがとうございます。それでは。
さよなら、さよなら。はい、じゃあ、ゴンちゃんもさよならって言ってくれて、さよなら、さよなら、さよなら、はい。嬉しい時は笑い合って歌を歌おう。僕が感じた景色を届けたい。明日を越えて走り出して奇跡を見つけよう。遠い空に願いを預けてる。